町座を復興させよう。いやー最高ですね。ここですね。土地勘が分かんないんですけど、多分阿蘇方面だと思うんですけどね。今回はですね、なんと熊本植木まで、植木じゃない山鹿まで阿蘇ご飯を食べるためだけに来ております。はい、はい、ありがとうございます。いいえ、どうも、はい、失礼します。ね、次
ここだけは行っといた方がいいよっていうのはどっか一箇所食べ物、いや観光っていうか観光地、はい、八千代さんはちょっと見た方がいいかもしれない。ああ、うん、鹿児島県民51歳50型今年初の熊本県山鹿市、鹿児島県民が山鹿を旅する、僕が選んだ山鹿の魅力を感じください。チェックベイベー。まるで結界が張られているかのような空間、岩熊山の切り通し、高さ約30メートルぐらいに掘られた壁の迫力と静寂さがどことなく懐かしい気もします。どこから？鹿児島の方からですね。ネットで？はい、ネットでですね、すごく綺麗なところなんで。ありがとうございます。ここも昔からある道というか、もう俺たちが小さい頃から。ああ、うん、はいはい、すごい。なんかいろいろ施設あるけどね。はい、そこのこう一個もうすぐ下に三本席が大きいで、ちょっとあの石仏っていうか、なんかそれをしてそこに説明書きはしてある。ああ、一応ここをそのほらお地蔵さんを作った由来は。はいはい、うん、お、でも俺たちが子供と聞いたとまたちょっと違う。あ、またあそれぞれ。あ、当時幼かったあの男性も幼い頃の言い伝えを聞いてみたかった。この道路を保存される地元の方々に感謝します。八千代を復興させようということで、瓦一枚分と瓦一枚分だけでいいので募金してくださいっていう募金活動を行います。中に泥を引いてますので、雨と一緒に泥も中に入ってきて、ここの畳は泥だらけですね。
地元の方、小さい時ここでかくれんぼしてたよって言われる方結構多いです。それぐらいお化け屋敷のような状態ですね。山鹿市長を会場に観光 PR と踊りの保存継承を行っております。すごい。今回の山鹿ツーリングいかがだったでしょうか。僕的にはめちゃめちゃ最高でした。皆様もぜひ熊本行ったら絶対山鹿に行ってください。今回の予算はご覧の通りとなってます。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。